さあ始まりました世界陸上 in 紫野。今年も数々の怪物アスリートが集結しておりますが、さあカメラが捉えているのは十種競技の世界記録保持者であります中西選手。光の速さで駆け抜けることからフレッツ中西の愛称で親しまれております。さあそのフレッツ中西、大変気合が入っております。気合は入っているのですが何か忘れています。そうです、まだ私服です。このまま競技するつもりなのでしょうか。おっと今気づきました、ようやく今気づきました。おっと今気づいて慌てて服を脱ぎます、フレッツ中西選手。しかし服を脱ぐのはそんなに早くない。おっとユニフォームがダサいです、めちゃダサであります。これ一体どこの所属チームなのでしょうか。もはやジャージです。さあ十種競技の1種目目の 100m が今始まろうとしています。中西選手、本来の実力を見せつけられるのでしょうか。今スタートです。緩やかな前傾姿勢からゆっくり体を起こしていき、さあ加速だ。見てください、これがフレッツ中西の姿であります。速すぎてもはや姿が見えません。さあゴール、タイムはどうなのか。9秒36、9秒36です。これは驚異的な記録を叩き出してきました。ただどうしたか少し足を気にしていますでしょうか。さあ続きましては2種目目の走り幅跳びが始まろうとしていますが、やはり先ほどの時から少し足を気にしていますね。あとここで情報が入ってきたんですが、中西選手どうやら今回痛風をしての出場だったという思いです。サプリメントを取らずプリン体ばかり取っていたのでしょうか。でもそんなことを言っても仕方ありません。さあ中西選手、手を叩いて拍手を促しております。そして今軽やかなリズムで、おっとやはり足が痛いか、痛風がここに来て邪魔をしてくる。しかし中西選手諦めず必死のジャンプ。おっと補助員が砂場を鳴らし忘れていたため砂場がカッチカチ、中西選手踏んだり蹴ったりです。そして記録はファールです。ファール、なんということでしょう。これは中西選手やってられません。そしてどうやらもう動けそうにありません。中西選手まだあと8種目も残っているのにどうするんだ。おっと中西選手バツサインが出ました。まさかのここで途中棄権です。前代未聞の痛風によるリタイア。この足の毛が今後の政治テーマに響かなければいいですが。十種競技やのにゃ、足痛めてたらこれ出れへんとか。ああ夢でよかった、ああよかった。じゃあ今日も記録更新して今日の十種頑張るぞ。よっしゃ、痛い、痛い、待プリンターばっかり、ああ。どうもありがとうございました。